んですか？はい、後で少し時間をもらえませんか？言わせたいんですか？わかってるくせに。大丈夫、わかってますよ。それぐらい私より有原くんこそ。わかってますよね。さて、内容が内容だから最初から腹を割って話をしましょう。有原くんも楽にして。で、昨日のことに決まってるじゃない。ぶっ殺す。誰がそんなことを聞いたか。昨日のことを説明してって言ってるの。わざとやってるんじゃないでしょうね。言っとくけど、これ以上バカにするのなら許さない。ましてや胸平とか無乳会長平とかチブ平とかもう一回言ったら潰す。ならいいけど。は？そんなの決まってるじゃない。もちろん。はあ、やっぱり完全に見られたのよね、私の胸。おま、マジぶっ飛ばす。七海さん。そっか、今日は七海さんのクラスと合同なんですね。サトルくん、エロい目になってる。パド、何？何ですか？うん？何それ、どういう意味？そんなにじっくり見られても困るんですけど。やだ、恥ずかしい。やだ、何か面白いこと言いました？お前何笑うとんねん。